某滝とは北アメリカ大陸の北西部を大体東の方向へと流れる某川の本流に存在する幕府である。滝の規模はそれほどでないものの、その割に観光客の多い場所として知られている。某滝の様子。滝の幅は約30メートルある。某滝の規模は高さ約9.1メートル、幅約30メートルほどである。この滝は、 北緯51度10分3秒、成形115度33分43秒に一致している。ここはカナダ西部のアルバータ州のバンフの町近郊にあたり、町から徒歩でも簡単に来られる距離である。また、この場所は、ボーカーの支流の一つのスプレー川が、ボーカワへと合流直前にあたる。ちなみに、スプレー川のボーカワへの合流地点は、北緯51度9分55秒。 成形115度33分33秒であり、棒滝とは直線距離にして数百メートル程度でしかない。ところで、棒滝の存在する棒川は、その流路全体がカナダ西部のアルバータ州内を流れていて、その水源は棒氷河である。この棒氷河から棒滝までは直線距離で約85キロメートル離れている。ただ、棒川は、 約5 8 7キロメートルの流路上を持つ川であって、カーの中流域に形成された都市の一つ、カルガリーから某滝までは直線距離で約1 0 0キロメートル離れている。このように、源流から 85km 離れていたとしても、某滝の存在する場所は某川においては上流部にあたる。そして、この滝とその周辺地域は、 バンフ国立公園に指定されている。棒滝は、付近に建設されたバンフスプリングスホテルと同様に、ロバート・ミッチャムとマリリン・モンローが出演したことでも知られている、1954年に公開された映画作品、帰らざる川のロケ地となった。このためなのか、この滝は、比較的小さな滝であるのにもかかわらず、訪れる観光客の数が多いことで知られている。 ABC カナダのアルバータ州の、棒滝ハットボーホールズハットボー滝から、棒氷河までの距離棒滝からカルガリーまでの距離。ブライアン・ブレナン、ロマンシング・ザ・ロッキーズ、マウンテニアーズ、ミシャネリーズ、マリリン、アンドモア・ P175 ・ P178、フィッツ・ヘナリーホワイトサイド社2005年、発行 ISBN18 億9485万6406。 ありがとうございます。